11月5日は世界津波の日です。静岡市では電車の運行中に地震が起きたことを想定した訓練が行われました。地震発生、地震発生。お客様に案内をした後、上り列車は直ちに、下り列車は30秒経過した後に運転を再開してください。列車の運行を管理するこちらの指令室では、緊急地震速報に合わせまず各列車に停車を指示しました。その後、運行状況を示すパネルで上下線合わせて7本の列車が停止したことや、各列車が安全かどうかを確認していました。お客様につきましては、地震が発生したことを、知らされたときに冷静に対応していただくということと、あとは係員の方につきましては、お客様に正確な情報を伝えるということで訓練をさせていただきました。